一力茶屋入口お茶屋とは、今日では京都などにおいて、花街で芸儀を呼んで客に飲食をさせる店のこと。東京のかつての待合に相当する業態である。お茶屋は芸儀を呼ぶ店であり、風俗営業に該当し、営業できるのは、祇園、ポント町など、一定の区域に限られる。料亭との違いは、厨房がなく、店で調理した料理を提供しないことである。 かつては、縁の後、客と芸儀、中井が雑魚寝をするというのが一つの風情ある、花町情緒であったが、今日では見られない。谷崎潤一郎は、青春物語で京都での宝刀の思い出を記し、雑魚寝は安眠できないので、摂政なものだと書いている。東京などにある戦前までの、町合のもう一つの側面については、京都では、関ヶ市という旅館風の店が受け負っていた。 歴史的には、花町の茶屋は、人気の遊女の予約管理など、遊興の案内所や関係業者の手配所としての、機能があり、客は茶屋の座敷で遊興し、茶屋に料金を払った。料理代や酒代をはじめ、芸者や、将棋の抱え主など、各方面への支払いは、茶屋から間接的に行われた。往々にしてあったことであるが、客が遊興費を踏み倒した場合でも、茶屋は、 翌日に、関係先に支払いをしなくてはならず、客からの回収は、自己責任であった。また茶屋が指名された遊女を呼ぶ場合は、抱え主に対し、差し紙という客の身元保証書を差し出す規則があり、客が遊女と侵入したり、手配犯だったことが後で判明するなど不祥事の起きた場合は、その客を取り継いだ茶屋が責任を負わされた。客の蘇生や支払いを保証する、責任上、 茶屋は原則一元三五断りで、馴染み客の紹介がなければ、客になれなかったが、京都ではこのルールが今でも残っている。京都では料亭に芸儀を招く場合でも、一旦、お茶屋を通すことになっているという。ありがとうございます。